中の情熱燃やす場所がなくいぶる気持ちこらえてないか。だってどうせが決まり文句、やらなきゃわからないことはある。誰かがやってて自分がやる、心ではなんだか気分が楽、抜けれない枠迎えてく明日、もったいないと思いませんか。もじゃん皆さん、熱い気持ちとかもう態度で早くよろしく。マフィー系を販売したとして部長職などが略式命令を受けたことを受け、小樽市では市政を刷新しようとデモ行進が行われました。デモ行進したのは市民団体小樽を輝かせる会のメンバーらおよそ30人で、小樽をきれいにしようと書かれた垂れ幕を掲げ、ゴミを拾いながら中心街を歩きました。小樽市では先の市長選で中松市長のパーティー券を市役所内で販売したとして幹部らが略式命令を受けています。小さいことからやってって上に物を言う感じでいけたらいいかなと。デモに参加した市民は汚れた小樽をきれいにしようなどと市政の刷新を訴えていました。